お世話になります、ジョー。たっ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 た。うわー。お世話になります、長太郎でございます。今回はアジングを行っていこうと思います。前回もアジングの方行ってみたんですけども、前回は豆味ばかりで全然サイズの方が伸びませんでした。ということで今回はそのリベンジマッチということになります。今回のアジング、サイズを伸ばそうと場所を変えまして、なんとワームの方も皆様大好きなガルプの方を使ってのアジングとなっております。そしてまずは1匹目ということで、こちらのアジなんですけども、なんと最初から24センチと20センチオーバーで目標達成でございます。ということで今回はこの辺で動画の方を終了しませんけども、この後どんなアジが釣れるんでしょうか、お楽しみに。目に潜られました。糸を軽く張った状態でしばらく待ちます。一気に引きずり出すためドラグを締めておきます。魚が動き出しました。一気に巻き上げてしまいます。保護、カッコ、カサゴは大きさにかかわらず一瞬で根に潜ることがあるので、まあまあ厄介な相手です。今回ワームの方にガルプを使っているわけなんですけども、まあ、やはり使ってみて改めてこのワーム釣れるなという印象を持ちました。しかし僕の場合、実はガルプの使用頻度というのはかなり低い方だと思っております。その理由としましては、アジングしてガルプ使いますと、やはりフグとかそういったアジ以外の魚に食われることが多くなってきますので、どうしてもその汁物関係のワームというのは使用頻度が下がってはきます。普段はそんな感じなんですけども、今回ワーム、最初は蛍光のグローですね、グローのワームを、別のワームを使っていたんですけども、まあ、アジの当たりらしきものがあるが、どうも食い気がちょっと低いのかなという感じがありましたので、まあ、ここは一つ汁物系のワームを使ってみて、まあ、実際その反応があった魚が何か確かめてみようということで、まあ、僕の中で結構アジだろうという確信がありましたので、今回ガルプを使うことになりました。今回はこの作戦が見事にはまりまして、ノーマルワームから汁物ワームへ変えることによってアジの食い気を誘うことに成功しました。このようにアジングを面白くしてくれることもありますので、手が臭くなるから嫌だとか、あれはもう餌だよね、ルアー釣りじゃないよねとか、まあ、そういった感じで毛嫌いせずに、ぜひね、道具箱に一つは汁物ワーム入れておいてもいいかもしれません。この場所は手前にテトラが結構沈んでいるんですけども、根魚系ですね、カサゴあたりの魚が釣れるんですが、すぐに根に潜られてしまって結構焦る場面が多くありました。こちらのカサゴは20センチを超えておりましたので、お持ち帰りとさせていただきました。今回のアジング最後の1匹となりましたが、手前にテトラが沈んでいるために、テトラにアジが引っかかって針が外れるということが結構ありました。次回以降はバラシを減らしつつ、さらなる大物を狙ってアジングやっていきたいと思います。最後の1匹は25センチのアジと、本日最大サイズを釣っての終了となりました。ということでこの辺りで動画の方を終了したいと思います。ここまでご視聴くださいましてありがとうございました。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録にいいねを押していただけるととても嬉しく思います。ではまたのご来場をお待ちしております。